ゆきんこはピカピカ笑顔の王様、渡辺ひかるです。18歳、北海道出身です。よろしくお願いします。はい、ついに7月4日発売の私たちの5枚目のシングル、プリプリサマーキッスが発売となったわけですが、はい、この曲はですね、夏ぐらいはおバカになるぐらいはしゃいじゃってみんなで騒いじゃおうよという楽曲になっているんですけれども、この楽曲のプリプリサマーキッスの見どころは、なんといってもプリプリダンス、そしてメンバー一人一人の可愛い個性のあふれるキスシーンだと思っています。そして個人的な話になるんですけど、私ちょっとスイカと私の顔が並んでルカにスイカ割りをされるシーンがあるんですけど、そこがなんとなんか合成とかじゃなくて、思いっきり砂の部分をスタッフさんがスコップで掘って、体育座りで座ってそこを全部埋められて、ちょっとスイカの隣に並べられたという、ちょっとシュールなちょっと笑いのあるシーンがあるので、ぜひそこにもチェックしてほしいなっていうふうに思います。そしてキスシーンなんですけれども、実際にカメラの前にガラスを引いて、それに直接ちょっとチューをしたということで、メンバーが見ている中、そしてスタッフさんが見ている中、ちょっと緊張しながらも頑張った部分ともなっているので、皆さんぜひぜひそこにも注目してみてください。ということで、プリプリサマーキッスを聴きながら夏も皆さん盛り上がってください。以上、渡辺ひかるでした。バイバイ。